ハロー、いちご豆腐です。それではファイナルファンタジー7続きからやっていきます。前回はですね、クラウドとティファの様子を見に、治療所に行ったら、地震が起きて、アルテマを使ってきたんだ。ウェポンと戦いました。で、その後、なんか、地震が大きくなって、ティファとクラウドがライフストリームに飲まれてしまいました。で、そこで、なんか不思議な空間に来て、クラウドの過去の記憶を遡って、まあいろいろクラウドが何者なのか、改めて、探しているところです。で、今回はティファが知らないクラウドだけの記憶を見ていこうと思います。じゃあ、続きからやっていきます。さあ、早く。封じ込められた密かな願い、大切な思いは誰にも知られることなく。何？窓だよね、これ。この窓がどこに通じているかわかる？ティファ。それじゃ、行くよ。ティファの家？ティファの部屋。私の部屋？俺、この日初めてここに来たんだ。そうだった？いつもは外から見上げてるだけだった。あー、ティファ遠い存在だったの。村のアイドルだったから。おい、見ろよ。クラウドが来るぞ。あいつ入ってくる気かな。え、どうしたの、ティファ。この日クラウドが初めて私の部屋に。そうだったよね。家は近所なのに、私クラウドのことをあまり知らなかったんだよね。ずっと小さな頃から仲良くしてたと思ってたのに。どうしたの、ティファ。そういえばクラウドが私の部屋にいる風景って記憶にない。一緒に遊んだ記憶もない。私のクラウドとの思い出はいつでも星空の給水塔が始まり。ティファはね、いつでもこの仲良し3人組と一緒だった。そうだったね。俺はみんなバカだと思っていた。え？いつもどうでもいいようなことでケラケラ笑っててさ、子供っぽかった。中二病だ。だって子供だったんだもん。分かってる。バカだったのは俺なんだ。本当はみんなと一緒に遊びたいのに、どうしても仲間に入れてって言えなかった。そのうちさ、俺はみんなと違うんだ。あんな子供っぽい奴らとは違うんだって思うようになったんだ。思春期だなぁ。でも、もしかしたら。え？もしかしたら声をかけてもらえるかもしれない。そう考えてみんなの周りをうろついていた。うわ、かわいそう。どうしようもなくひねくれてた。そして弱かった。給水塔にティファ呼び出したあの夜も俺は考えていた。あ、呼び出したんだ。ティファはきっと来てくれない。こんな俺のことなんか嫌ってるって。そう、あの時は突然だったね。私もちょっとびっくりした。でもね、確かに私たちはそれほど仲良しじゃなかったけど、クラウドが村を出てからは、あなたのことを本当によく考えたのよ。クラウドはどうしてるかな？クラウドはソルジャーになれたのかなって。クラウドの記事に載ってるかもしれないから新聞だって読むようになったの。ありがとう、ティファ。
後でこいつに言ってやって、きっと喜ぶよ。うん。あれ？こいつ？ねえ、この日、そこじゃないのか。こいつに言ってやって。うん。このちっちゃいクラウドは、自我が安定してるちっちゃいクラウドとして、でも大きいクラウドは自我が安定してないからこいつって言ってんのか。ねえ、この日何があったの？何か特別な日？いじめられた日？この日はね。ティファのお母さんが？ママが死んじゃった日？だから落ち込んでたの？ママに会いたい。あの山の向こう、何があるのかな？ニブレ山は怖いよ。何人も人が死んでるからね。生きては越えられない山。じゃあ死んだ人は？ママは山を越えて行っちゃったの？私、行ってみる。危ないよ、ちっちゃいのに。このちっちゃいクラウドの行動一個一個がなんかちょっと切ない。仲間に入れてあげて。怖くなって逃げ出しちゃったんだ。どう歩いたのか覚えてないんだ。ティファが足を踏み外して、俺は慌てて駆け寄って、でも間に合わなかった。二人とも崖から落ちたんだ。この時は膝をすりむいただけで済んだけど。クラウド、どうしてこんなところへティファを連れ出したりしたんだ。違うよ。まったく、お前が何を考えてるのか全然わからん。ティファにもしものことがあったらどうするつもりだったんだ。そんな決めつけって言わないでよ。ティファは7日間意識不明だった。死んでしまうかと思った。俺がちゃんと助けていれば。悔しかったんだ。何もできなかった。自分の弱さに腹が立った。それからはティファがいつも俺を責めているような気がしてさ。俺は荒れていった。誰かで構わず喧嘩を仕掛けて。そんな時だ。セフィロスのことを知ったのは。セフィロスのように強くなりたい。強くなればみんな俺のことを。強くなりさえすればティファだって俺のことを認めてくれると。そうだったの、クラウド。ごめんね、クラウド。あの時のこと私がちゃんと覚えていればもっと早くに。ティファのせいじゃないよ、俺のせいだ。でもあれは確か私たちが8歳の時よね。そうよ、見つけたわ。クラウドは5年前に作られたんじゃない。幼い日のその思い出は作り物なんかじゃないもの。クラウド頑張って、あと少しよ。本当のあなたを捕まえるの。行きましょう。もう一度、ニブルヘイムへ。ちょっと元気出た？クラウド。
真実はすぐそこにある。もうすぐ答えが手に入る。答え。待って、クラウド。どこへ行くの？マコーロへ、5年前のマコーロへ。ティファが切られた時、クラウドがセフィロスと、あれ、これもザックスなんだ。あ、クラウドじゃない。ザックス、思い出したのね。そうなのよ、セフィロスとニブルヘイムに来たのはザックスだったのよ。それじゃあクラウドはどこにいたの？あ、ねえクラウド、あなたはこれを見ていた？見てた。死んだ兵。え？やっぱり死んだ兵。あ！グオーだ、誰だ？母さんをティファを村を返せ。死んだのここで。あんたを尊敬していたのに、憧れていたのに。クラウド？そうだったんだ。一緒にいたのね。私を見ていてくれたのね。そっか、ソルジャーになるって言ったのに、こんな下っ端の死んだ兵って言えなかったんだ。うん、覚えてる。そっか、クラウドだったんだ。なあクラウド、気分悪いならそのマスク取っちゃえば。ああ、そう、これが俺だ。俺、ソルジャーにはなれなかったよ。絶対になってやるなんて言って村を出たくせに、恥ずかしくて誰にも会いたくなかった。あ、え、ポーズの練習した方じゃない。のかな。どんな気分なんだ。あ、で、これは、クラウドに向けて、喋ってたのね。俺は。来てくれたのね。約束守ってくれたのね。ピンチの時にちゃんと来てくれたんだ。ごめん、行くのが少し遅れた。いいのよ、クラウド。あれ、生きてる。お前ごときに。あ、え、これジェノムの頭？母さんとか言わないよね。趣味悪すぎない？ク
フラウド・セフィロスにとどめを。どうやって？セフィロス！あ！図に乗るな。ちょっとえぐい、そんなバカな、何？え？こうやって死んだのか、セフィロス。クラウド、なんでそんな力が？クラウド、それじゃあさよならだ、ティファ。また会うためにね。でもクラウドはやっぱりクラウドだった。もう大丈夫？クラウド、う、あ、あ、う、ティファ、あ、クラウド、本当にクラウドなんだね。あ、ティファ、やっとまた会えたな。バカ、みんなに心配かけて。クラウド、大丈夫？声が、やつらの誰？そっか、私たちライフストリームの中にいるんだね。みんな待ってるよ。帰ろう、クラウド、みんなのところへ。ああ、そうだな、帰ろう、ティファ、一緒に。帰れる？おい、大丈夫か、ティファ。うん。パレット、帰ってきたのね、私。クラウドは、彼は大丈夫？ああ、心配いらねえ。しぶとい野郎だぜ、まったく。ティファは大丈夫。ね、バレット、私ライフストリームの中で本当のクラウドを見つけたんだ。ううん、私が見つけたんじゃない、クラウドが。彼が自分自身の力で見つけ出したんだわ。ああ、わかってる。疑ったりして悪かったな。しかしお前には負けてよ、大した女だぜ、まったく。人間って自分の中になんてたくさんのものをしまってるんだろう。なんてたくさんのことを忘れてしまえるんだろう。不思議だよ、ね。おい、ティファ、しっかりしろ。ティファ？クラウド？戻ってきた？みんな、すまなかった。なんて言ったらいいのか。
いいよクラウド、謝ってばかりだからね。俺は元ソルジャーなんかじゃない。みんなに話した5年前の出来事やソルジャーとしての話は俺自身が作り出した幻想だったんだ。大見え切って村を出たのにソルジャーになれなかった俺、それを恥じた弱い俺は親友だったザックスから聞いた話、さらに自分で見たことを混ぜ合わせて幻想の自分を作り出した。そしてその自分を演じ続けていたんだ。幻想かよ、その割には強かったじゃねえか。うんうん、体はソルジャーとほとんど同じなんだ。北条のセフィロスコピー計画というのは何のことはない。ソルジャーを作るのと同じやり方でしかなかったんだ。でもセフィロスを倒した時はまだあれだよね、一般人だよね。よく倒せたね。素質はあったのかな。なかったか。あったらソルジャーだったんだ。ソルジャーは魔法を浴びるだけじゃない。実は体内にジェノバ細胞を埋め込まれた人間なんだ。え？じゃあソルジャーじゃん。良くも悪くも心が強い人間はソルジャーになる。ジェノバの理由にはもう関係ない。でも弱い人間は俺のように簡単に自分を見失ってしまう。ジェノバ細胞とセフィロスの強い意志、そして俺の弱い心が生み出した人間、それがみんなが知っていた俺、クラウドだ。俺は幻想の世界の住人だった。でももう幻想はいらない。俺は俺の現実を生きる。ひねくれもののクラウドくんね。それじゃあ今までと変わんねえぜ。確かに。ところでクラウドさん、これからどないするんですか？まさか船から降りるなんて言わんといてよ。お前が言うんかーい。メテオが降ってきてるのは俺のせいだ。だから俺にできることは何でもやるつもりなんだ。おう、星を救う戦い続けるんだな。バレットがよく言ってただろ。おう、あれだな。どれ？何何？わからないよ。あ、俺たちが乗っちまった列車は途中下車はできないんだ。途中では降りられない。微妙に違うのがいいね。そうだね、途中下車できないね。おかえりクラウド。クラウドさん、クラウドさん、お話感動しちゃいました。自分も弱い人間ですから、クラウドさんの気持ちよくわかります。さあ、いつ戦いが始まるかわかりません。準備をどうぞ。帰り、あ、バレットそんな状態で話してたの？これから何をするんだろう。ちょっとごめんなさい、12時回っちゃったからちょっと眠くなっちゃって、あくびが。どうすよ、バレット入れる？ケットシーも若干入れたいんだよな。ケットシー入れるか。いやでもな、ケットシーリミット技もう終わってるからこれでいいか。あのな、クラウドさん。僕らな、ヒュージマテリア作品の途中ですのよ。それでな、早速ですけど、ジュノンに海底も航路ってありますのよ。僕の知ってる限り、あとはあそこが残ってるだけですねん。てなわけで、行きましょか。勝った。頑張ろうね、クラウド。行くぞ、クラウド。もたもたしてらんねん。ゴーゴー、ジュノンだぜ。いきなりでなんやけど、サクッとジュノンへ行きましょか。え、あ、困ります困ります困ります。どうしたの？すいません、シビアでデリケートな作業中です。いつも間違えてんじゃん。
やってみて分かったけどよ、リーダーってのは大変だよな。誰がどんなマテリアつけてるとかすぐ忘れちまったぜ、俺様はよ。確かにそれは私も難しい。やっぱりクラウドがいるのいいな。ありがとう。幻想の世界からの脱出のカーフ、どっちか幸せなのかなか。ヴィンセントさんもまあまあ中二病だよね。ヴィンセントさんは素で中二病？いい年して中二病？なんかクラウドは若いからわかるけど。よし、行くか。あ、レベル8になってる。よし、なんだけど、ちょっと、待って。セーブがてら私、ちょっと寝たいんだよな。セーブしたいし寝たいし、とりあえずジュノンに行けばいいのか。ジュノンの場所は、ここだ。降ります。よし。マテリアつけたり、バレット着替えなせたりする前にセーブして、ちょっと、寝ます。よし。マテリアつけ終わりました。じゃあ、なんだっけ。海底向こうだっけ？どっから行くんだろう。上のジュノンに集めているらしいんじゃ。飛行機を使いたい？海底向こうはどうやって行くんだろう。こっちか行けんのかな。あの人工呼吸してあげた親子だっけ、おじいちゃんと孫だっけ、助けてくれるかな。あれ、この下にいるのがおじいちゃんだっけ。あ、誰なの。プリシロ、お兄ちゃん。バカバカ、心配したのよ。やっぱりライフストリームね。やっぱり？なんで知ってんだ。ああ、そうなんだ。もう気をつけなきゃダメよ。私のお婿さんになる人なんだから。いつの間に人工呼吸したから。あれ、それだけ。ムービー始まったからなんか話が進むのかと思ったけど。おじいちゃん、わしゃ昔シンラが海底に長いパイプを作っていたのを見たことがある。海底マコールなら多分上のジュノンからつながっている海底パイプを取っていけるはずじゃ。オッケー、上のジュノンから探してくるのか。上行きたいです。まあ10ギルぐらい払ってやろう。さっさと乗れ。すごい偉そうだね、下っ端のくせに。こっちは自称もっとソルジャーやぞ。てかクラウドさ、なんかもっとソルジャーだって言ってたけどさ、診断の人からしたらさ、誰だこいつってこのやついたっけってなってただろうね。ここジュノン海底マコール。パイプはどっから繋がってんだ。全然なんか繋がってそうな場所覚えてないんだよな。記憶にない。だからこの辺アイテムが入ってたりしないか。でもこっちなんか上って感じするしな。やっぱ海に近い方に近い方から繋がってそう。ゲルニカって何？スキーフとは別？いや、音楽、そういえばなんか普通にスルーしてたけど、かっこいい。あれ？前からこんな音楽だっけ？あ、こんな音楽だった気もする。だって知ってるもん、メロディー。え？何？気のせいかもしれないけど、何か物足りなくないか？わかんない。何？物足りない？
え、なんか忘れてるよってこと？ん？信じられません。ウェポンなんて化け物が本当にいたなんてね。物足りないってなんだ？物足りないってなんだ？頭？髪の毛？こんにちは。ウェポンにやられてからよ、機械の調子が悪くて参るよ。え、なんか変えってこと？わからん。え、なんか戻れってことかな？え？私なんか忘れてる？あ、待って、時間がいい感じなんで一旦この辺で切ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。